ただし、これはヨーロッパを基本に作られたモデルであるので、アジアの各地に当てはめていくと大変うまく当てはまる場合と、実態が違っていて言葉として混乱してしまう場合と2つがございます。アジアの中でも特に東アジアについて見ますと、古代国家の候補が2つあるということが、この社会経済的な時代区分を難しくしております。特に中国において、今から2000年ほど前の秦漢帝国を古代、それから以後を中世とする考え方と、もう少し新しい日本の飛鳥奈良時代の頃に対応する隋唐帝国を古代とする考え方、日本の場合はその場合飛鳥奈良時代を過ぎてから、中世社会が成立していたというふうに考えるものであります。まあ、そういう二節をどのように考えていけばよいのかということが、アジアの時代の区分を最も分かりやすく理解する上で一番大きな課題であると考えております。まずここでは東アジアという、日本列島のとその周辺についてどのような時代の区分がなされているのかということを説明して、それに合わせて他のアジアの諸地域も理解していきたいというふうに考えます。